キララ漫画の改造とかめちゃくちゃ違う、まあ、ちょっとジリジリトラッと確かに。はい、では5問目です。5問目は石田さんの提供です。トラックに石田チーム、俺のランボルギーニ。ゼアスチーム、マニラザル、神崎愛花。ミルワンチーム、ラジカセ、カサノバ、生命の輝き。石田さん提供した段階で俺ら関係行くぞ。いや、俺行くって言って。あ、なるほど、そうか、一緒に考えて会話ができることあるんですよね。質問のつもりじゃない。笠沼さん。この人誰って。おじさん免許ないからさ、運転して回ってんの。そうすごくないよ。マニュアルさん。ブーン。今日は肉フェスに行くぜ。俺のトラックを見てくれよ。これブレーキのとこなんだけどさ、邪魔で外してさ、水道つけた。すげえ気持ちよく招待してくれた。本当にようやくできたって感じがしたんだけど。どういう技術なんだ。できたんだ。めちゃ下に積んだやつ。これ見てくれよ、このラジオ。古くてさ、声が聞こえてこねえんだわな。でもさ、プロ野球聞きたくてさ、俺の頭の中でさ、ペナントレースが今始まろうとしてる。相当、それは直せるよ。佐野さん。何？東京行きたいの？いいよ。でもこのハンドル、動かないけど、それでもダメ。見てくれよ、これシートバカでかくしたらさ、アクセルまで届かないんだよ。その様子ですね。テーブルの金木さん、1分1秒ごっそうさ。知らないですね。おい、お前冬はダメだ、毛布をくれよ。自分で買えよ。外歩いて誰か呼び止めた。よくわかんねえけど 2LDK ってこのこれぐらいかな。住んでるって言われるけど俺は救ってると思ってる。ラジカスさん、ビニールで俺を包んで捨てたふりしてくれよ。俺らさ、乗り物、みんなにはこれが乗り物に見えるのが俺は住むところだと思うよ。ジェットコースターシール。長崎県が楽しみだぜ。カドマさん、いや動く家ってのはいいものよ。セミナーさん、君は僕とオイラが行き交う交差点で交通量調査でもしていない。俺らさん、お嬢ちゃん、
うちでリッツパーティーしないかい。代わりにガソリンをね、50リットルだなんだっけ、娘が単身赴任してるんだよ。俺はさ、あ、これ家でありトラックだから北海道行けるなと思って行ったんですけど、これ僕が悪いんだけど、どこにもガソリンスタンドがないんでここに住むことになりました。生き返ったりしない。日本縦断1日目、生きている意味が見出せます。子供たちがあのハロウィンでトリックアトリートってうちにトラック来て、あ、俺に？お前ら正気か。はい、笠野川さん、マニラドルさん、ラジカセさん行って、笠野川さん、矢上ライトのお父さん、このまま突っ込むってんなら手を貸します。ラジカセさん、早いのか。楽しみ楽しみ。マニラドルさん、なんで高速道路沿いにラブホが多いんだろうな。あ、目につけようか。なんで自転車屋さんに駐輪場があるんだろうな。自転車行く人はバイクか自転車を持ってないから、自転車なんて止める場所必要ないはずなのにな。あ、でも働いてる人が止めるからか。でもな、でもな、ニュースゼロの桜井くんの肩幅でかいのはなんでなんだよ。運転してるおじさん。まだ行ってます。時間はまだ、あ、今スタート、あ、OK です。なんでドライブスルーはトラックが入れないんだろうな。トラックがでかいからか。俺は帰るぞ。俺の人生はな、砂時計何回ひっくり返してもどうにもな。レアスチームが面白かった方、キリマルチームが面白かった方、
ラチーム面白かった。ひるまるチームの方、挙手お願いします。はい、ありがとうございます。石田チームの方、挙手お願いします。もう一回数えます。まず、きり丸チームの方、挙手お願いします。マニラがゼロだからお休み会でしょ。ありがとうございます。石田チームの方、挙手お願いします。マニラチームえ？誰か早く移動しましたか？めちゃくちゃ上げてて。これ、どうはいいのか、まあ、盗むか。はい、31対30で勝者、キリマルチーム。これでかいな。